サトルが早く。ウーロン茶オッケー。よし、どうそうなのもう、強い。違う、俺がね、テキーラ7杯いったからなんだよ、ね、その間にすげえ飲んだろ。そうそうそう、その間も行くと思わなかったマジ、ふざけんなよすごい飲むじゃん。一人だけ氷なしの満帆だから黒もう4杯飲んだ俺キッチョムください。キッチョムね、もう あいつらも結構なかなかやるよ、ね、ウーロン茶あるかな、うんマジやばい、やばさせない。ガチ力入れてる。一応早く力入れてる。ガチ力入れてる。ガチガチ。ショーユニキさんの、スポンサーやられる方に殺す気で殴ってもらいます。じゃあお願いします。はい、どこでもいいです。いきます。おぉー、すごい。どうですか、硬っ。思ったより硬っよ。こっちになんかもう逆に反動起きて、すごっ。ノーダメージですよね。もう一発ちょっと、なんでこんな笑顔なの。なんでこんな笑顔。もう一発ちょっと本気で殺す気で来てもらっていいですか。お願いします。いきます。痛そう。いやもう、はい、何にもなんかどんな感じですか。まあそうですね、取られる、なんか全部取られる。痛いのは痛いんですけど。痛いですか、すいません。はい、シンプルに痛いのは痛いです、もちろん。痛いのは痛いんですけど、耐えれるっていうだけです。ごめんなさい。はい、とんでもないです。いや、ありがとうございました。またよろしくお願いします。醤油ニキさん。いや、ありがとうございます。僕めちゃくちゃ笑かしてもらってますよ。僕もあれ被ってるんです見てかっこいいなと思ってポップコーン持ってこうと思ったんですけど。どういうことポップコーン持ってこうとしたんですけど、なんか食料 NG、醤油ニキさんの。ああ、全部俺がやる。そうだ、ブレイキングダウン5で醤油被ったから、俺ポップコーン持ってきれなくなったんですよ。それは俺が悪い、それは俺が悪い。いやいや、でも、醤油ニキさん、はい、パンチは僕受けます。お願いします。結構強い、うわ、すごい。あ、待って、はい、もっと殺す気に来てもらえますか。両方パンパンって入れるんですか。あ、じゃあ右左でももう2発くらいます。いきます。いきます。おお、あ、ちょっと左のフック強いので正直さん聞いた、相手聞いた左のフックは確かに強いっす。ありがとうございます。強いっすさすがっす。さあ、下からのフックが得意というとこなんで、殴られようとして受けたいと思います。いきます。はい、よし。おお、あー、左のフックはマジで強いっすね。いやあー強い。これは強い。そうですね、いったら。いや強いっすね。さすがです、ありがとうございます。乗ります。みんなさ、いないときにこうやってズルズル。みんなそう、俺言って、俺の共通の。これマジで、わかる？俺これ、涙目になってる人、マジで。これ結構マジやばいよ。これ、命がけだよ、本当に。わんこそばみたいになってる。おかしいだろ。俺ちゃんと香水塗ってちゃんと綺麗にしたのに、しれっとやってんだぜこの男は。でもブレイキングダウンは勝つためには何でもする。それがブレイキングダウンな。見てサトルちゃん、醤油ニキ首入ってる。醤油ニキ醤油手でか。自衛隊手でか。携帯手でか。余計な。殴るな。俺を殴れ。いや、それ下りみたいな。強いんじゃお前。俺を殴れ。いや強いんだって。だから俺を殴るときなんで耳キーン言うてんねん。チャイドも24時間、24を君にしたらしいんだよ。俺、今までの経験上、24時間、
クにしたことあるから。いや、20時間クにって結構やばくない？すごいでしょ。いや、俺もしたことないよ。でしょ。俺も24時間くらい。いや、俺も3時間くらい。そうやね。3時間もすごいけど。俺も24時間や。結構やばいよ、それ。結構やばいでしょ。だけど、相手がアイカリンだったら、俺もそんくらい行くよ。24時間、1回も一睡もさせずに、俺はクにしたことあるから。え、お前それこっちやってんの？こっちお前それこっちやってんの？いや、やってない。俺はシンプルにドノーマルで攻めてる。俺はドノーマルで攻めてるから。でもアイカリンからしたらチンコがいいのか、クンニがいいのかわからないから。わからない、わからない。でも、体験してみるのはありかもしれない。それはかわいそう。いや、かわいそうかどうかは。あ、水木、今誰一？発表します。うん、あ、じゃあ発表お願いします。はい、回数はみんな40です。わーい、イエーイ、おい、みんな40やーい、じゃんけんだよ。おい、グリーン、おい、グリーン。これ、ある。これ、タボクがタボクがもうブレーキングだ。おととい、おとといだよ、これ。これ、すんのかよ、これこうやって。ふざけんなよ、これ。なんで。いやいや、佐藤の兄貴かっこいい。やばいでしょ。かっこいい。やばいじゃん、やばいから。まず、あの佐藤さんご褒美いただいて、で、そこからあの頑張って、あ、キス。いや、俺マジで頑張ったよ。NG ワードもあるし、ね。あ、そうだ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 。ちょ、兄貴二人とも座ってくれ。頼む。ちゃんと止める。ちゃんと止めたいんだけど。じゃあ、やめろ。なんだよ、これ。これはデブだっけ、これ。これ待って。ちゃんとチューしちゃうぞ。おい、ちょ、やめろやめろ。一旦座れ。一旦座れ。マキちゃん、一旦座れ。はい、今回の NG ワード。はい。はい。一人だけ言わなかった人います。うん。誰？一人は5杯、一人は3杯、一人は0。もう言わなかった人、サトルさんです。うわあ！お前。ああ！これ本当。シャー！だからご褒美、3杯と5杯が、5杯がチャンさん。いやー！おい！こっから俺の出番だよ。もう本当に泣きたいよー！マジで。おかしいだろ。何を俺が言ったんだよ。ちょっと待って。サトルちゃんはじゃあ合計でボンは何杯飲んだ？まあ俺9杯飲んだ。9杯。うん、マキちゃんは？俺3杯。マキ3杯。で俺は？さっき俺。結構飲んでる、結構飲んでる。さっき俺1杯5杯。今8杯でプラス5杯。じゃあちょっと待って。聞いて。視聴者さん。俺が。一番喋ってるってことなんだ。どうすか、これもし全部飲み切って普通だったらかっこいいっすか。かっこいいよ。まあ、8杯飲まんやそれは。8杯飲まんやっすか。かっこいいけど、一回席替え。席替えだよ、お前。分かるだろ、お前、ほんとに。行くよ、行くよ。お前、突っ込めよ。行くよ、これ見て飲んでね。これ見て飲んでね。分かった。はい、絶対飲もう。これ、ダムの敵なのだよ。傷マークついた。おかしいだろ、おまきちゃん。おおかしいだろ。誰の敵だよ、悟るのやろ、これ。アイカリンさ、あの TikTok ライブやってるから、あの TikTok とかライブとか見るやつちょっと見てよ。結構レベル違うから、あのアイカリンの TikTok レベル違うやりまんだから。おい、うるせえ、誰か。アイカリンさんはやりまんじゃねえぞ。皆様、シャトル君がこんなにデレデレになったところ見たことありますか？いや、ないよ。絶対ないよ。だって、アイカリンマジでいい匂いするもん。カラルいっぱいある。アイカリンイコール、ファッキンラブイズで一番可愛い女。わかりました、兄貴。で、それ以上のこと聞きたい。わかった、じゃあ一緒に聞こう。聞こう。一緒に聞こう。マジで聞こう。ちょっとアイカリンのその、生い立ちとか、その、今に至るまでの経緯とか教えてよ。はい、じゃあルーツ聞こうか。ルーツ、うち結構恋愛で失敗するタイプで。恋愛で接待。じゃあ失敗。はい、いいよ。アイコリンゴ。そう、じゃあだから恋愛。そうそうそう。いいぞ。なんかまあモデルやってて、読モでギャル雑誌のエッグとか出てて、で話題を作りたくて AV 女優になったわけです。話題を作りたくて、そう、なんかエッグのモデルから。え、それがさ、いつぐらいの話？18。かっこいいじゃん。ってことはどれぐらい前？約10年くらい前。10年前ぐらい。そうで、
まあ、話題作りで何の躊躇もなくそういう世界に行って、うん、でまあ9本くらい出してから男ができちゃって、うん、そう誰だよそいつじゃあそうで、うん、まあ辞めました、うん、何を辞めたんだよ AV をあ AV 女優ねそう辞めて、うん、AV 女優はアイカリンで出てたのアイカリンで全部アイカリンでやってるんだけどそうそう辞めちゃって、うん、でもその時に次の2年くらい付き合った後に、うんなんかダンサーやりたいってなって、うん、で AV 女優だけの元 AV 女優でもいい、うんうん、のグループのダンサーっていないなと思ったから、うん、だ誰かがやってないことをやりたかったの、うん、で集めてやって、うん、で YouTuber やりました歌出しました、うん、それがパッキンラビッツそう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 えアイカリン発信あ私が大好き大好きだよ俺はできない面白いそうで、うんで、それも男がダメダメって言われてダンサーとかダメだってうるせえよてめえうるせえよこの、まあ、今ねコメント欄でねあのそういうこと書かれてるかもしれんけど、うん、でもこれは兄貴の特権やねマジでうるせえぞみんな見てお前ちょっとねお前ら聞いてないけど、うん、お前まだ付き合ってるんだったらおマジで行くぞ、うん、おマジで行くからなお前俺の盾見るよこれライオンだぞ確かに食っちゃうよマジでさすが兄貴フォーメン行くよマジで素晴らしい分かれてんだろてめえマジでで話聞かせてそうで、うん、作って、まあ、別れて、うん、なんかやりたいことができたから、うん、でそっから、まあ、7年くらい活動して、まあ、波乗っちゃってな、いい波乗っちゃっていい波乗ってねいい波乗っちゃって、うん、乗っちゃって乗っちゃってでまあ、うん、コロナに入るくらいでなんかちょっとライブとかも減ったくらいに、うん、多分暇になると、うん、男作っちゃうのうちあ暇になると男、今暇あ今は忙しくなって別れて今忙しい別れてからまたバチバチ忙しくなって羽ばたけるわけじゃん、うんうん、そう確かに確かに絶対束縛されるのよ、うん、付き合うと、うん、そうだよねそうでそれもなその男絡みがもういろいろ崩壊してで、うん、グループも解散してみたいな、うん、うるせえよこの野郎束縛すんなよ兄貴分かってるコメント欄はもう一旦無視しよういや全部俺に持ってこいこの野郎、うん、いいよいいよで、まあ、グループ解散することになっちゃって、はいはいはい、解散したの解散したの去年の12月に、でみんなここでやってるっていう感じで、うん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 、で、まあ、今年の8月くらいにもちゃんともうに逃げ切れたの、その束縛から、うん、そっから、もうめっちゃもうフットワーク、ま、今年の8月ってことは、まだ2ヶ月前 3ヶ月前確かに確かに束縛切れた、え、不利なの不利なのいや、俺は責めれんけどいや、まあ、まあ一旦聞こうそう、なんか、まあ、うん、2年半くらい活動してなかったのは、うん、まあ、私が選んだ道だからしょうがないんだけど、うん、その男とのコラボもうダメ、うん、みたいな感じだったから、まあ、とにかく、兄貴、あれっすよね、うん、もし、アイカリンさんに対して文句あるやつがいるんだったら男でね、うん、ブレイキングなんで勝負してるよって話ですよねまあそれでもいいんだけど、うん、その別に俺はなんかそのアイカリンの一番の幸せを願ってるから確かに、うんうん、その男ぶっ飛ばして、うん、そのアイカリンちょっとでもこうなるんだったら、うん、俺はいいよ確かに、うん、いや俺もその線や、うんうん、そうそうそう、うん、何兄貴がやるんやったらまあしゃあないけど俺はアイカリンの目の前に立って全部攻撃を受け止めるからオッケーオッケーでその後頼むわどういう、うん、もうこれいい関係できたじゃん確かに頼むよ本当に俺は全部受け止めるから、うん、まあ俺は別にどっちでもいい俺はアイカリン守れるやつどっちでもいいかっこよしかも220キロに正常位人をしかったらそうああどっちじゃあじゃあ一回聞いてなかなかないからなじゃあ一個質問ですかアイカリン220キロのプレスを食らうか食らわないかだったらどっちがいいマジでさ食らわないか食らわないか経験してみたいあ経験してみたいじゃあ俺は剣立てする必要がない。もう死にたい。もうダメだよ。あんたは女だ。最高の女。盾になるから。うん、盾になった上で220キロの、まあ今200もないけど、プレスは体験してみたい。体験してみたいね。聞いた？体験してみたいって。サバロさん。それ。だから俺らは、穴兄弟、ウェーイ、メーイメーイあれ、ブラザーズメーイブラザーズメーイイエーイスマッシュブラザーズでおねえろわかるか、お前らナイスアイカリン
くっせんだわマジで。本当にね、ゲロを吐く理由が俺にはわからん。あの力士からしたらゲロ吐いた時点で酒弱いからっすね。だからマキちゃん絶対吐いてるし、俺マキちゃんの後ですぐ吐いてるんやけど、俺は吐いてないね。ゲロの匂いしかしないね。だから俺が綺麗に掃除してんね。わかるか？サトルの兄貴も怒る理由が俺にはわかる。アイカリンもいるのにかかわらず、トイレが臭いとか汚いってありえねえから、力士からしたらありえねえ。だから俺は今からトイレ掃除するから、俺はちなみに吐いてない。だけどマキちゃん俺好きだから綺麗にする、それだけ。なお前、お前こっちが重い。これ拭けば済む話だから俺は拭く、見といて。やばいやばい、よし、これで一旦下の方は綺麗になったから、あとは匂いだけ。まあまあまあ、ちょっと匂いを忘れられたから、ちょっと待って。完璧、これで臭くね。アイカリン、トイレ入っていいよ。あ、今見た、マキちゃんが、マキちゃんが飲むはずのテキーラ俺が今飲んだから、ごめん、ボーン、違う、ごめん。今自分、俺に隠したよな、男だろお前。俺、お前女なのか。ちなみに言ったの、おい、じゃあ、もう2杯いったよ、始まってるみたい。ちょ、マキちゃん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 、お前、俺がタッグだろ、俺が一緒に戦った仲だろ。え、せやら、俺が絶対もらうからな、この野郎。ちょ、待て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 、ちょっと待ってください、兄貴、兄貴、ちょ、意味わからんことしてる、意味わからんことしてる、ちょ、あんたの意味わからん。ちょ、待って、ちょ、待って、俺がおかしいだろ。うわー、やめて、俺もラミー欲しいんだよ。おい、やめてくれ。サタルさん、ラスト、ラスト、ラスト50杯目ちょっと、マキちゃん、マキちゃん、あーよ、うわうわマジで。いや、あ、視聴者これ分かるかな、マジで。もう、サトルが一番酒弱いってことがある。50杯俺行ったっしょ。いや、サトルさんが50杯行っちゃった。結構やばいよ、サトルが一番酒弱いってことがある。確かに、これは認めるだろ。うん、強い、さすが。え、ラッパー優勝、優勝です。とりあえずじゃあキスして、 LINE 交換して、キスしました。うーわー、あ、もうキスしたって。じゃあ LINE 交換しちゃって、 LINE をいただきます。ラッパー先優勝、マジか。いいなぁ、俺もな、アイカリンと LINE 交換してーなー。結構狙ってたよね。いや、俺ガチで狙ってたからね。いや、ほんとに結構マジで。だってアイカリンと LINE 交換できる人間ってなかなかいねえ。あのね、いや、俺マジで、いや、こいつらほんとに強いなと思って。うん、あ、でも結構40-40はね、マジで、マジで強い。ラストの 10%、ね、10杯でめちゃくちゃ兄貴頑張ったから。じゃあちょっととりあえず LINE 交換しちゃって、もう、うん、先に。いや、いや、マジで嬉しいわ、本当に。マジで嬉しい。いただきます。ありがとう、ありがとう、これからよろしくお願いします。やったー、よろしくね。マジかわいい。交換しました。いいな、飲み来てよ、飲み来てよ。マスターが舐められるわけにはいかねえんだよ。じゃあ、分かった。俺様のマスター代表ならマスターが舐められるわけにはいかねえんだよ。はい、結果発表。はーい、結果発表。最下位ちゃん。はい、もう最下位なのは本当に申し訳ない、ごめん。40杯から進みませんでした。すいません、ほんまに申し訳ない。第2位、マキ。俺、いざやー、マジ44杯です。サトルなんか
に負けたん。やばい。サトルなんかに負けた。サトル50杯。50杯ってことはゴールにたどり着いた。ナイス兄貴かっこいいわやっぱり。マジやゴールにたどり着いた。マジやって。マジでさすが。マジやって俺は。マジでさすが。やっぱりね。ゴール本気の違いとか違うね。やば、俺こんなやつのラインいらねえと思ってたから。あの50杯とか44杯とか40杯とか以外のテキーラをいっぱい飲んだじゃないですか。確かに。そのテキーラの NG ワードを発表いたします。お願いします。お願いします。5個あります。5個ですよね。まず1個、金。はい、あー、金ね。金、はいはい、女。女。女。3、セックス。あー、セックス。4、ブレーキングだ。5、これね、出なかったんだけど。バン中村。あ、まあこれはね、俺にとってはまあ全然いい。うわぁ、俺とサトルちゃんが出すべきやった、ね。え、俺がじゃあ何、7杯とか飲んでる時俺何言ってたの？多分ね、女。ブレーキング。え、じゃあちなみに僕5杯飲んだじゃないですか。うん、あの時何すか？ブレーキング。ブレーキングダウンか。最悪や。マキも女。あ、いや、女か。ということで、もうカオスな状態なので、終わります。ありがとうございました。バカー。